どうも、ゴンちゃんです。今日はなんと新企画、ゴンちゃんの体験入部という企画をやっていきたいと思います。でこの企画については、全国の高校、大学のテニス部に実際にゴンちゃんがそこの練習に入っていって、で、そこでやっている皆さんの練習の風景であったりとか、あとはゴンちゃんがこう学生時代、まあ、僕自身は一部のリーグで戦ってきたんですけれども、まあ、そこでは見れなかったもう少し下の例えば5部とか6部とかそういったリーグの方たちがどういった練習しているのかとか、そういったものも伝えていければなというふうに考えています。で、まあ高校卒業して大学に入る方もたくさんいると思うんですけども、そういった方が、まあ、トップの大学以外でも、まあ、自分たちがどういう環境で練習できるのかっていうふうなところを伝えられる情報提供ができればなというふうに考えています。で早速第1回なんですけども、今日は東洋大学体育会テニス部さんにお邪魔しています。早速練習がもうやっているようなので入っていきたいと思います。今アップが終わってクロスラリーを皆さんやってます。まあクロスラリーって結構どこの大学もやってるイメージはあったので、まあここもやってるんだなという感じですかね。部員が、15名強ぐらいいるらしくて、結構皆さんあの力強いラリーをされているので、こう打ちごたえがありそうだなと思います。では、早速主将の宮尾さんと財務の福田さんに来てもらっています。早速主将の、宮尾さんに東洋大テニス部の、まあ、特徴というかどんな部なのかっていうのを教えてもらいたいと思います。主将の宮尾です。東洋大テニス部は男子第6部でやっていまして、全員で部員が12名、その中で、まあ、みんなキャンパスはそれぞれ違うにしても浅賀キャンパスに来て一緒に練習を頑張っています。ぜひよろしかったら入部してください。はい、ありがとうございます。ということで、まあ、6部ではあるんですけれども、まあ、ラリーを見るからかなり力強いラリーも、やってますし、それとしては全然あの下部のリーグとは思えないぐらいの実力はあると思うので、ぜひあの興味のある方は一度見に来てもらえればと思います。はい、で今日の練習のメニューはどんな流れになるんでしょうか。はい、今日の練習の流れとしましては、このアップが終わった後にサーブを打つか、サーブリーを行ってからダブルスの形式練ゲームという流れになっております。はい、ありがとうございます。じゃあダブルス練中心ということで、あんまり正直ダブルスはあの得意じゃないですけど、あの頑張っていきたいと思います。お願いします。お願いします。はい、今サーブ練習やってるんですけども、打てと思ったらコートがやっぱり速いですね。あのハードコートでかなり、球足が速いので、まあ、ラリーとかもこうテンポの速いラリーっていうのが増えてくるかなと思います。結構皆さんサーブが速いので、やっぱりこう学生ならではのそのパワーのテニスだなというふうに感じました。次はサーブ&リターンで左右1球ずつフェイク OK4 球で、はい、デュースサイドをあのアドサイドで4球でお願いします。あ、終わりました。交互に4球ですね。はい、サーブリー10回かかります。お願いします。
まあ、ポイント形式の練習をやっていて、そうですね、やっぱりこう学生ならではのパワーボールが来るので、すごくやりごたえ、手応えがあるなというふうに感じます。メニュー自体はすごくオーソドックスな基礎的なメニューなので、まあ結構基礎を中心的に固めた上でダブルスをやっていくっていう方針なんだと思うんですけども、まあ基礎練は本当にどこの大学でも、上位の大学でもやってることなので、すごい大事にやってるなっていうのが分かりました。じゃあボレストをクロスで、さっきと同じ分かり方でお願いします。はい、はい、じゃあ分かれてやっていきますか。はい、よろしくお願いします。ボレストということで、まあ、ストロークはよりこう速いテンポでやっていくのと、あとボレーは、まあ、速い球に対してはブロックして、緩い球に対してはこう伸ばしていくというのが大事だと思うんですけども、まあ、その辺をこう皆さんの技術も見つつ、まあ、僕が伝えられるものがあれば伝えていきたいと思います。実はボレストはあの慶応大学でもめちゃめちゃやってて、久々にやったんですけど、やっぱきついですね。あのテンポが速いので、動きもそれも速くしないといけないですし、反応も速くするんで集中力も使うし、足も動かすんでめちゃいい練習になります。なんでよりこうストロークの安定力を高める意味でも、これ本当はダブルス練でもあるんですけど、シングルスのストローク力の安定にもつながるいい練習なんで、あのぜひ真似してもらえればと思います。11月のプレゼント企画の当選者を発表したいと思います。プレゼントはスリクソンプロスパイダーアルファグリップ2オムニクレー用でした。機能性、デザイン性ともにこだわり抜かれた一品になっております。こちら当選者は下村健人さんです。おめでとうございます。12月もプレゼント企画やっておりますので、ぜひご応募の方よろしくお願いします。